神宮寺裕太、神宮寺ユータ三木本のハイジュエリーでパリの夜を彩る初の海外ジュエリーイベントで見せた気品あふれる姿とはフランス・パリのバンドーム広場で開催された三木本のジュエリーイベントは多くのファッション愛好者や著名人を魅了しましたその中でも特に注目を浴びたのはナンバーアンダーライン愛の神宮寺裕太さん26でした 彼が海外のファッションイベントに初めて参加したこの日、彼の姿はまるで舞台の主役のように輝いていました。神宮寺さんが身にまとったのは、センターに美しいパールがあしらわれた新作、ザ・バウズのネックレスでした。このネックレスは、その神秘的な輝きとエレガントなデザインで、一目見るだけで人々を魅了するものです。ダークトーンのシックなスーツスタイルに身を包んだ神宮寺さんは、 フォトコールでクールな表情を見せつつも笑顔でリラックスした様子でポージングを披露しましたイベント会場での神宮寺さんは初めて高級ジュエリーを身につけることの感激を隠しきれず熱心にアイテムの説明を聞きながら会場をじっくりと見て回りましたイベントの感想を聞かれた彼は今日はこんな素晴らしいハイジュエリーを身につけることができてとても気分が高まっており興奮しています 今回初めての海外でのコレクション参加でこうして三木本さんと一緒にパリに来ることができて嬉しい気持ちでいっぱいです、とコメントしました。真珠が似合う男性は多くありません。特に、輝きが上品で気品がある真珠を身につけて似合うためには、その人自身に上品さと気品が必要です。神宮寺さんはその点でまさに完璧でした。彼の姿を見た多くの人々は、 神宮寺さんは本当に品があって素敵と簡単し、その気品漂う佇まいに心を奪われました。神宮寺さんがジュエリーを身にまとった姿は、まるで貴公子のようでした。彼の安易に流行りに迎合しないスタンスが三木本のイメージにぴったりと合い、ハイジュエリーに負けない美しさでイベントをさらに華やかにしました。神宮寺さんの姿は、パリの街を歩く写真にも映し出され、 そのシックなスーツと上品かつ華やかなパールのジュエリーが彼の醸し出す雰囲気に完璧にマッチしていました。パリでのこのイベントは神宮寺さんにとっても特別な経験となりました。初めての海外ファッションイベント参加ということで彼の心には多くの感動があふれていました。その感動は彼のファンやイベント参加者にも伝わり多くの人々が彼の姿に魅了されました。彼の姿は ただのファッションアイコンとしてではなく、内面の気品や優雅さをも備えた存在として、多くの人々の心に深く刻まれました。今回のイベントでの経験は、神宮寺さんにとっても大きな自信となったことでしょう。彼の未来には、さらなる挑戦と成功が待っているに違いありません。ファッション業界でも、その存在感はますます大きくなっていくことでしょう。このように、 神宮寺雄太さんが初めて参加した海外ファッションイベントは大成功に終わりました。彼の気品ある姿と、木元の美しいジュエリーが見事に調和し、パリの夜を華やかに彩りました。これからも神宮寺さんのさらなる活躍に期待が高まります。彼が次にどのようなステージで輝くのか、ファンとしても楽しみでなりません。彼の姿は、 これからも多くの人々に感動を与え続けることでしょうそして彼のような存在がファッション業界やエンターテインメント業界においてどのような影響を与えていくのかその動向に注目していきたいと思いますこの経験を通じて神宮寺さんがさらに成長し新たな挑戦に立ち向かう姿を私たちファンはこれからも応援していきたいと思います彼の未来には 無限のの可能性が広が広っているのですから、神宮寺さんの未来がますます輝かしいものであることを信じて疑いません彼の姿勢とスタイルはただの流行を追いかけるだけでなく自分の信念を持ち続ける強さを示していますそれは彼がファッション業界での確固たる地位を築く上で非常に重要な要素です彼のような人物は単なるファッションアイコンにとどまらず 次世代ののリーダーダとししての役割も果たすでしょう神宮寺さんが三木本のジュエリーを身につけた姿は彼の内面の美しさをさらに引き立てました彼のように真珠が似合う男性は少なくその特別な魅力は多くの人々に深い印象を与えましたパールの持つ温かみや生命力が神宮寺さんの自然な優雅さと見事に調和し彼の魅力を一層引き立てました パリの街を背景にした神宮寺さんの写真は、まるで映画のワンシーンのようにロマンティックで魅惑的でした。彼の姿は、観光客や地元の人々の目を引き、彼が歩くたびに注目を集めました。シックなスーツとパールのジュエリーは、彼の洗練されたスタイルを際立たせ、パリの美しい街並みと完璧にマッチしていました。このイベントは、神宮寺さんにとっても新たな視点を得る機会となりました。 高級ジュエリーの世界に触れることで、彼は自身のスタイルや美意識をさらに深めることができたでしょう。彼が感じた興奮と感動は、今後の彼の活動においても大きな影響を与えるに違いありません。彼のファンもまた、このイベントを通じて彼の新たな一面を見ることができ、大いに喜びました。神宮寺さんのファッションセンスやスタイルは、多くの人々にインスピレーションを与え、 彼の存在が持つ影響力を再確認する機会となりました。彼の姿を見て、私も真珠を身につけてみたいと感じた人も多いことでしょう。このように、神宮寺さんのパリでの経験は、彼のキャリアにおいても重要なマイルストーンとなりました。彼の未来には、さらなる挑戦と機会が待っています。そして、その全てが、彼の個性と魅力をさらに高めることでしょう。 ファッション業界は常に変化し続けていますが、神宮寺さんのような人物がいることで、その未来はますます明るいものになるでしょう。彼のスタイルや姿勢は、多くの人々に影響を与え、新たなトレンドを生み出す力を持っています。彼の活動がどのように進化していくのか、私たちはこれからも注目していきたいと思います。神宮寺さんのような存在は、ファッション業界にとって非常に貴重です。 彼の個性とスタイルは、他のどんな流行とも一線を画し、常に新鮮で魅力的です。彼がこれからどのような挑戦を受け入れ、どのように成長していくのか、その過程を見守りたいと思います。最後に、神宮寺さんに対する私たちの期待と応援の気持ちを伝えたいと思います。彼の未来がますます輝かしいものであることを願い、彼の成功を心から応援します。 彼の存在が私たちにとってどれほど大切であるかを再確認し、その素晴らしい旅の一部となれることを喜ばしく思います。神宮寺勇太さん、パリでの輝かしいデビュー、おめでとうございます。これからも、その素晴らしいスタイルと魅力で私たちを驚かせ続けてください。あなたの未来にこうたからんことを心から願っています。そして、これからもその特別な存在感で、 私たちにインンスピレーションを与え続けてください。このイベントを通じて得た経験と感動を糧に、さらなる飛躍を期待しています。あなたの成功が、私たちファンにとっても大きな喜びとなります。これからも、その素晴らしい笑顔とスタイルで、私たちを魅了し続けてください。未来への期待とともに、私たちはあなたの旅を見守り続けます。パリでの輝かしいデビューは、 あなたのキャリアにおいて重要な一歩となりました。この先も多くの素晴らしい瞬間が待っていることでしょう。私たちファンは、あなたの成功を心から応援し、その旅の一部となれることを楽しみにしています。神宮寺勇太さん、これからもその輝きを放ち続けてください。そして、私たちにとって特別な存在であり続けてください。あなたの未来が、 ますます素晴らしいものとなることを信じています。